アストロメガは、ベルギーのコーチビルダーである、バンホールが偽装を担当する2階建てバス。輸入時期により、エンジンを製造したメーカーが異なるが、2016年から日本で販売されているモデルは、スウェーデンの車両メーカーであるスカニアのパワートレーンが、用いられ、同社の日本法人スカニアジャパンが輸入販売を手掛けており、スカニアアストロメガの名称でも流通している。また、 TDX24 の高速バス仕様はスカニアインターシティ DD の名称が付けられている。バンホールの手掛けるバスボディのうち TX シリーズと呼ばれる長距離輸送用ラインナップの一つで同社唯一のダブルデッカーモデルである。欧州市場向けにはボディ長に応じて TDX25 と TDX27 のにモデルが用意されている。エンジンは ユーロ6適合のダフ製直列6気筒エンジン MX13 を標準搭載する。1982年ネオプランスカイライナーに続き日本では2番目の登場したダブルデッカーである。当時は三井物産と名鉄グループの歌謡自動車工業が輸入元となっており内装を担当した歌謡自動車工業の親会社になる。 岐阜ノリアイ自動車が、インペリアルサルーンと名付け2台を初導入。1980年代後半まで輸入され、2階建て、バスブーム中は、名鉄グループを中心に、日本中で見られた。1997年には、ハトバスが2台を定期観光バス用に輸入、ハローキティバス及びオープントップバス、オーソラミオとして活躍した。エンジンは、初期の輸入車は、 メルセデス・ベンツ製。後期のハトバス輸入車はマンを搭載。ハトバスに導入された TDX24 アストロメガのロゴマーク、インターシティドのロゴマーク上述の例以降導入が途絶えていたが、日本製の2階建てバスであった三菱不装、エアロキングが2010年に製造を終了して以降、ハトバスが海外メーカーを対象に同社の更新対象車種を模索。しかし、 一般的にヨーロッパでのバスの車両規格が、福音2.55メートルであるのに対し、日本の道路法の規定では、福音2.5メートルを超えると、特大車扱いとなり、全長、全高も、日本の規格に合わずそのままでは、通常の行動走行が困難なこと、日本向けのサイズを納入するのにあたって、メーカー側から一定以上の生産ロットを求められたことから、 メーカー選定が難航。最終的にバンホールが日本向けにサイズを縮小したモデルを生産することを承諾。バンホール、ハトバスに加え、パワートレインを担当するスカニアとの3社による共同プロジェクトにより、約5年の年月を費やして日本向けモデルを開発。2016年に輸入が開始された。 三社共同開発による日本向けモデル TDX24 は欧州向け TDX25 を日本向けにサイズを縮小したものでパワーユニットはヨーロッパのユーロ6及び日本の平成28年排出ガス規制をクリアしたスカニア製直列6気筒ディーゼルエンジン DC1315 を縦置きで搭載しトランスミッションには12足 AMT オプティクルーズを用いている。安全面では、衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、横滑り防止装置や、車間距離保持機能付きオートクルーズを備えているほか、クラリオンの開発した全周位俯瞰カメラシステム、サラウンドアイを搭載している。車両価格は8000万円。当社種のエアコンは、ドイツエバースペヒャー製の機関直結式冷房装置を使用しており、 エアロキングと比較して広いトランクルームを得ている。TDX24 はスカニアジャパンが輸入元となり販売をしており、標準仕様は内装が偽装された状態で輸入される。2018年には高速路線バスとしては初めて京成バスが導入し、3月29日より東京駅単屋橋駐車場成田空港間の有楽町シャトルで運行開始。 この導入にあたっては、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律対応の一環として、1階部分に車椅子スペースを設けることのできるアストロメガを導入したことを、形成の関係者が明言している。また、形成に続いて、ジャムジャムエクスプレスが4月8日の東京ディズニーシー発、名古屋駅でお披露目、 4月20日発より、東京ディズニーシー大阪、神戸線に導入される。2018年7月14日より、JR バス関東がバスタ新宿 TDR の路線で運行を開始した。現在は、東京駅名古屋駅の東名ハイウェイバス1往復に当てられているが、2019年5月17日より、青春ヒル特急号と青春エコドリーム号にも充当される。 JR バス関東への導入にあたっては、ハトバスが協力を行い、インターシティ DD という独自のシリーズ名が付けられている。2019年には、JR バステックに新たに導入され、4月25日より東京駅、御殿場プレミアムアウトレット間の路線1往復に導入される。また同じ2019年には、西日本 JR バスにも導入され、 5月17日より、青春ヒル特急号と青春エコドリーム号に充当するなど、エアロキングを導入していた事業者を中心に導入が進んでいる。同年7月31日には、岩手県北自動車が3列4列混在シートの独自モデルを導入、森岡宮古間の西宮106と91往復で運行される。西日本 JR バス向けには、 前列4列シート仕様に加え、1階を4列座席、2階を3列座席とした仕様が導入され、2020年8月1日より運行が開始された。また、JR 東海バスと JR 四国バスが移動等円滑化取組計画書の中で高速バスの2階建て車両の更新に言及しており、このうち JR 東海バスでは新透明スーパーライナー用に一階を 4列座席、2階を3列座席とした仕様を導入し、6月15日より運行を開始した。JR 四国バスは2020年7月22日より、高知エクスプレス号に本車両を導入した。2020年より、京王バスと富士エクスプレスの本車種が富士五湖線に導入された。2021年は前年初頭より、世界的に猛威を振るっている。 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に伴い輸入台数は前年より大きく落ち込んだが、スサノー号用に中国 JR バスに新たに導入された。貸切専線業事業者では2016年に東京や坂観光バスがサンシャイン55の愛称で2台を導入したほか、2020年2月には千葉県茂原市に本拠地を置くオートウイルが1台導入している。 当初は5月1日運行開始予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響で延期された。ありがとうございます。